はい、短期決戦です。11月23日、8時11分です。第1435回ロト6の予想をしていきたいと思います。とりあえずロト7ね。11、19、28、29、30、31、32、37、12、21。また変な、あれだね、並びだね。難しかったね。おはよう。おはよう。ロト6の予想です。344。おはよう。344。11、19、28、29、30、31、32、37、12、21。1435回。そうすると、今データが全部入りました。ロト6過去10回と、ロト7過去2回とミニロト過去2回。1が何個あるか2が何個ある。ロト6過去10回で1が何個あるかな。2が何個あるか。カウントイフで調べます。で、今後6回。ロト6過去2回、ロト7過去2回、ミニロト過去2回で今後6回なんだけど、1が何個あるか2が何個あるか。で、ボーナス数字もチェックします。そうすると、自動化で、10が出てないとか、あと、回数、何回出てるっていうのが、即時に入ります。何が出てない？ 10 だけだ。10だけ出てない。で、挟まれた数字っていうのは、一回だけ出てる、こういうとこ。一回だけ出てて、両サイドが出てる数字っていう。23、25、34、41。これがオカルト的なんだけどね。被っている数字5個以上。4、5、6、12、16、30、38、かな。そうすると3公開。3公開。かぶっている数字。かぶっている数字が重要数字になります。準重要数字はボーナス数字。おはよう。なんかいっぱい人多いだ。4、5、6、11、12、16、21。参考から見て目指す数字。11、19、12、19。29、30、31、38、かな。32だな。32、38、5。
気になる数字じゃなくて、前回の数字からの連想展開。前回の数字を赤で示して、前回の数字2、20、30、38、39、44、前回の数字を赤で示して、この両サイドをオレンジ色で塗ります。そうすると出てるところがだいたいわかります。まあ、ここら辺を使うんじゃないかってことだな。並べると、4、5、6、11、12、16、19、29、30、21があるな。21、29、30、31、32、38。で、予想していきましょう。で、これ Excel だよ。Excel。これ Excel だよ。これ全部使えそうだね。20、30、38。20、30、38、39、40、5。これどうだ？ミニロト。ミニロトはないよ。ミニロトはここにちょこっと2個だけ、前回の数字があって。よし。4、5、6、11、12、16、38、39、43、42、40、38、37、36、35、33、31、32、34。FX さん、おはようございます。ロト6予想動画は再生回数伸びてますか？どうだろうね。あ、伸びてないね、あんまりね。でも、登録者数がじわりと増えてってるからね。まあ、それでいいんじゃないの？こんな感じ。ちゃんとね、前々日に出さないと、
閲覧伸びないね。全然実に出さないと閲覧が伸びない。当日出しても、もう遅いね。早めに出さないと。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。